大山賢治は日本の俳優である。本名、大山賢治。1920年代から1930年代の松竹蒲田撮影所、松竹大船撮影所の映画において、大柄な体格にお人よしの学生がハマり役であり、その姿は松竹の青春娯楽映画の好ましい彩りと評された。1904年2月8日、 福島県田村郡三春町に生まれる。姉の孫にあたる人物に高崎敏夫がいる。旧正小学校を卒業後、両親と共に日本統治時代の朝鮮の形状府に移り、旧正・形状薬学専門学校を卒業し、病院に勤務した。同校卒業後、東京に移り、1925年、東京の小畜かま撮影所が、 俳優募集をしていることを知り、これに応募して、同撮影所の研究所に入る。同研究所卒業後、同社に入社。翌1926年3月12日に公開された、大久保忠元監督のサイレント映画、愛の力は雪、雪でも、様子に出演して、映画界にデビューした。1932年1月9日、若水絹子、沢蘭子、江川れ夫、 飯塚敏子、藤竜子と共に、準幹部に昇格。同年1月29日に公開された、成瀬三夫監督の、女はたもとをご用心で主演した。1936年1月15日、同撮影所は、全機能を、神奈川県鎌倉郡、大船町に新設された、小畜大船撮影所に移転。それに伴って、退散も移動した。 第二次世界大戦末期の1944年には、小竹を退社して、フリーランスとなる。同年3月23日に公開された、牧野正弘監督の、不沈感激鎮が、所属時の映画出演の最後であり、同年9月に、小竹オフナ村寺として、京都座の自極笑い編、プロペラ一家に、岡村文子と共に、舞台実演したのが、 記録に残る所属時の最後の仕事である。戦後間もなくから東方、新東方中心に出演する。1957年に大英東京撮影所に入社、脇役として多くの映画に出演した。1959年には富士テレビジョンが制作、全国ネット放映した単発テレビ映画シリーズ、東芝土曜劇場に出演しているが、その後、 テレビ映画への出演は少なく、他には、同社のテレビ室が制作した連続テレビ映画、ザ・ガードマン、東京警備司令、土曜日の虎にそれぞれゲスト出演したのみである。1969年4月19日に公開された、薄坂玲二郎監督による、ある見習い看護婦の記録赤い制服が、記録に残る最後の出演作となった。1970年に死去したという。 満六十六歳没。なさぬ中出演時、満二十八歳。岡城司の下宿の隣人役。右から大戦、藤龍子。夜ごとの夢出演時、満二十九歳。小倉茂と共に、女級の栗島澄子の馴染みの繊維役。入り婿合戦出演時、満三十二歳。左から大戦、高杉さなえ、小林十九二。磯候は高い引き出演時。 満三十五歳、それでも学生役。左から大戦、近江俊明、高峰美恵子、夏川大二郎、日守る新一。すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、 特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。特筆以外すべて制作は、松竹蒲田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外すべてサイレント映画である。すべて制作は、松竹大船撮影所、特筆以外すべて配給は、松竹キネマの地、松竹。 特筆以外すべてトーキーである。下記の通りである。特筆以外すべて制作は大英東京撮影所。すべて配給は大英である。ありがとうございます。